どうも、キューフライター友です。11月と12月に新レアリティ、オーバーラッシュレアっていうレアリティが出るんですけど、それがね、むっちゃかっこいいんですよね、これ。こちら見てください。オーバーラッシュパックというパックが11月26日に出ます。それのブルーアイズがね、公開されたんですけど、これはかっこよすぎる。まず一つ目の大きな違いが、イラストの枠を飛び越えて出ている。プラス、これ枠色が銀色っていうのかな?になってますね。これはマジでかっこいい。で、さらにそのオーバーラッシュパックに入ってるカードの中で、すでに発表されているものがこちら。オバロのオーバーラッシュレア。これね、ついにマキシマム召喚するときにモンスターのイラストが繋がるっていうのは、やっぱこれみんなね、最初思ったんじゃないでしょうか。3回繋がるなら、せめてね、この右と左の枠だけはイラストにしてて欲しかった。これ僕が実際思ってたんですけど、それをついに実現してくれたと。さらに、この新レアリティ、絶対にかっこいい。そして、12月1日のスイッチのゲーム、行くぞゴーラッシュの早期予約特典で、レッドアイズのオーバーラッシュレア。これは大盤振る舞い。かっこよすぎる。で、さらに運良ければね、ブルーアイズのブルシクも手に入るんで、これはすごい。そして、このオーバーラッシュパック、1パック220円と、ちょっと高くはなるんですけど、その代わり、なんと、26種類オーバーラッシュレアになるカードがあるみたいです。これはすごいね。もうデッキキラッキラになりますよ、みんなこれ。ドローした時にカード光りすぎて、多分顔面に反射して、何のカードか大体バレちゃうっていう現象が起きる可能性あるので、みんな反射対策で顔面を塗装しといた方がいいんじゃないでしょうか。で、全70種類。オーバーラッシュレアが6、ウルトラが8、スーパーレアが26、で、ノーマルが30の全70種類のうち、ウルトラ3種類、スーパーも17種類はオーバーラッシュレア仕様もあると。で、さらに、ウルトラレア5種類、スーパーレア9種類、ノーマル12種類の中にはシークレットもある。さすがにこの辺で七宝戦とか再録されるんじゃないかなって思います。でね、このオーバーラッシュパック、サイバードラゴンが出ることももう決定してるパックにはなるので、めちゃくちゃ期待できますね、これ。1ボックス3300円。まあ、とりあえず100ボックスぐらいは予約しとこうかな。でもこれね、冗談じゃなくてもね、ガチで予約する人はするんで、まあ本当に頭が上がりません。一番気になるのはやっぱり現物の光り方ですよね。ラッシュレア特有の背景のあのボツボツっていうんですか。あのザラザラな加工のやつがどこまで反映されてるか。この縁のところもね、縁の銀色のところもレアリティで加工されてたら飾り映えもするし手に入れたいなってなるんですけど、またこれは現物の発表も楽しみにしたいですね。皆さんはね、これまだ26種類オーバーラッシュレアになる可能性があるので、何のカードがオーバーラッシュレア化したら嬉しいですか?またコメントにて教えてください。僕はね、魔法使いトルネをオーバーラッシュレアにしてくれたら、もう3積みします。高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。